人類という種が続いているうちに本当に人類はさまざまな無知を乗り越え賢く知恵心を得ていわゆるブッダが説いた悟りや涅槃の境地にたどり着くことができるのでしょうか。この質問はですね、私のようなものにはですね、分からないというか全知全能の神でないと分からないということになると思いますが、これに対するさまざまな見解、まあ一つ目の見解は科学者のクールな見解、そういうことはないだろうと、やっぱり人類は滅びてしまうだろうと、自滅するだろうと、共食いでと、もうすでにその自分たちを何回でも滅ぼすことができる核兵器を製造しており、今もまた米、アメリカとロシアの間では軍拡が始まりそうだ、アメリカと中国の間で軍拡が始まりそうだ、ね、これから1万年も持つのは難しいだろう、人類4大文明始まってまだたった5000年と、これからもう5000年持つわけないでしょう、まだお互いにお互いを全て何度でも滅ぼすことができる大量の核兵器を持って70年50年しかないんですよと、これからこれが100年も200年も安全無事に続いていくと考える方が非合理的で、人類滅亡必然論ってありますね。結構科学者の中でクールな人はですね、そういうことを言うんです。一方ブッダはですね、なんと多くの宗教の中でですね、非常に前向きな人類の未来、これを予見しました。それは人類は徐々に寿命が増えて伸びていく、そしてその度に善行、良いことが増えていく、で悪いことが減っていく、殺しや盗み、不倫、そういうのがなくなり、悪口、嘘、そういったこと、悪行、これがなくなっている。で最後に、弥勒菩薩、弥勒如来という釈迦と同じ法を説く、自分と同じ法を説くものが現れて、その時は寿命、みんな8万歳になっているんだけども、その何百億人もの人がですね、思考歯科っていうんですが、その思考歯科っていうのはちょっと難しいですが、非常に高いレベルのですね、4つの段階の高いレベルの、まあ、悟りの境地のことを言うんですが、それに到達するんだ、ね、弥勒菩薩が、弥勒如来って言ったのがいいかな、まあ、菩薩から如来になって現れるその時に8万歳の寿命を誇る人類は、彼の最初の説法で90億、次の説法で90億、そしてその次の説法で90億、その思考歯科の悟りに至るんだってね。思考歯科っていうのはですね、4つの向かう4つの結果って書くんですが、4段階で表された悟りの境地で、最初の境地を夜行夜化って言いますが、これはその悟りの流れに身を預けるってことで、流れに水預けるってことで夜って書くんですが、この境地に達すると7回生まれ変わった後に悟る、涅槃すると言います。で思考歯科の最大の最高のレベルはアラハン行アラハン化って言いまして、いわゆるアラハットアラカンという状態ですね。ブッダの時代ではこの500人アラハットかアラカンが現れたと言われています。そういう人たちは完全に悟っている、根性を完全な悟りに到達したので、もう輪廻生まれ変わる必要がない、生まれ変わるコントロールできる能力である、そういった悟りの境地に至るんだというのがブッダの考えで、まあ要するに人類はすごく時間がかかるけど、徐々に進歩して科学技術の発展でしょうかね、寿命が伸びて、そして、さらには善行が増えて悪行が減って、最後はですね、みんなが仏の悟りを得る世界になる、人類は仏の社会の先祖である、今の人類は仏の社会の先祖であると非常に前向きな、まあ、未来感を説きました。一方他の宗教は皆さんもご存知のように聖書ですね、終末思想です。人類は全豪の多い神の生徒、わずかな生徒ですね、14万4千人とかヨハネ黙示録と言われてました。それからそれを弾圧する悪魔に支配された悪豪鬼魂、これに、分かれで、良いものはどんどん良く、悪いものはどんどん悪くなっていって、で最後にその悪いものが滅ぼされる最終戦争があって、でその時にキリストが現れて、でその後最後の審判があって、この世はなくなって天国と地獄に分かれる、まあ、そういう考え方ですね。この考え方はどちらかというと最初のクールな科学者の見解、よく合理的に考えれば人類このまま持つわけないでしょうって、断然年経っても殺し合い、これをやめられないし武器拡大してるじゃないっていう考え方とちょっと似てるかもしれませんね。皆さんはどちらでしょうか。人類の未来に対して楽観的か悲観的か、時間はかかるが人類は皆仏になっていく、核兵器など使わずに欲望を憎しみを抑制して最後は悟っていくんだって考え方と、
そうじゃなく、良いものと悪いものに分かれるから良いものの流れに入りなさいと説く宗教や、みんな滅びるだろうと考えるクールな科学者の見解と、どちらになるか。私は前者、時間はかかっても人類は滅びずに、幸福なんだろうというふうに考えています。なお聖書はですね、新約聖書などにですね、そういった滅びの予言、最終戦争の予言はありますが、しかし一方ですね、ノアの洪水の後に、ノア、すなわち今の人類の先祖であるノアと神が契約した中には、ノアの洪水で行ったように全ての人類を滅ぼすということは二度としないと神が約束しています。絶対神の約束として、二度と滅ぼすことはしない。でその契約の証として雲の上に虹を置いたっていうふうになっているんですが、まあ、光の輪の団体名の太陽の前の虹の光の輪から来ているんですが、まあ、虹はそういった意味で多様性の統合と平和の象徴というような聖なるものだと考えています。聖書の中のどの記載、これが実現するのか、ノアとの契約か、それともヨハネモ使徒などの最終戦論、ハルマゲドンか、それからブッダ、その前向きな楽観的な人類の未来か、ないしはクールな科学者のその人類の予測か、どちらに、なんていうかな、傾くかですね、その人の人格が変わってくるように私は思います。悲観的な人はですね、その終末を説く宗教に入りやすいと思いますね。ただ楽観的な人はどのぐらいいるかな、今ちょっとそこら辺に興味ない。